今回の歌っちゃおうは激闘開幕。のど自慢たちがしのぎを削る勝ち抜きバトル。最後まで残る歌うまは誰だ。乗ってくれカモン、ロクロナイ、照らす場所も見えなくて、赤いスイートピー、手を取り、そして離した、未来のために夢が一つ。自慢の喉で真剣勝負、第121回歌っちゃおガチ歌バトル開幕。歌好き4人による真剣勝負、頂点に輝くのは、トップバッターは盛り上げ隊長、ステージで大爆発、黒田陽平さん。イエー、泣かせの聞いたラブソングなんて捨てちまえ。トップバッターは熱い歌声で盛り上げる黒田陽平さん。インパクトのある歌と見た目の黒田さんですが、はい、よろしくお願いいたします。普段は真面目な学校の先生。そうですね、プロモーションビデオを作ったりですとか、結構そのいろんな企業さんからコンペ案件いただいたりするんですけれども、30秒 CM とかを結構作るような指導をしております。そうです、生徒にはすごく優しいと思います。で、自分にも優しいような教師ですね。そんな黒田さん、マイクを握るとスイッチオン。実は生っ粋の盛り上げ隊長。普段から先陣を切って場の空気を明るくしています。ちょっと罰ゲームとか、例えば当たったらちょっと美味しいなとか思うタイプだったりしましたね、高校ぐらいの時から。いや、なんでしょう、なんかモノマネしてとか、その辺の小道具使って一発ギャグやってとか、無茶ぶりやなそれとか言いながら、割と結構美味しいなとか思いながら、やってるタイプでしたね。今回歌っちゃおのステージでも盛り上げ隊長の本領発揮、得意のお箱を披露します。点数は感情を込めすぎるから全然出ないんですけど、今日は僕の魂のシャウトを聞いていただけたら嬉しいです。精一杯歌いますんで、盛大に笑ってください。よろしくお願いします。黒田さんが魂込めて歌うのはこの曲。黒田さん、盛り上げ隊長ということで、もう昔からなんですか？そうですね、高校の頃からだいたいそういう役回りです。芸人気質って言われることが多いですね。芸人気質、はい無茶ぶり嫌いじゃない。そうですね、そうですね、当たったら当たったで、それはそれで美味しいかなって、思うようにしてた方がいろいろ人生得かなと思ってるんで。なるほど。ではここで、はい、とっておきのモノマネお願いします。今ですか？とっておきですか？はい、殴ったな、親父にもぶたれたことないのに二度もぶった、もう誰がガンダムなんか乗ってやるもんか。いや、これはガンダムのアムロレイ君ですね。ですよね、はい。出来の方はいかがでしょう？ちょっと今日はコンディションがあまりよろしくないかなと思うんですが。リアクション悪かったですよ。いや、だいたいこんなもんです。いや、こんなもんで。通じる世代も限られてるんで。5回に1回は
5回に1回は滑ると。そうですね言われてましたけど学校でも今日は滑ってないと思います。本当ですか、ありがとうございます。本当に無茶ぶりだったんですが、はい、すんなり答えてくれて、いやもう順応していかないとねすごいなと思いました、はい、今日のステージも期待しております。はい、はい、よろしくお願いします。でもなんで、はい、今回勝負曲なんですが、はい、えいちゃん。あ、そうですね、なんですか。父親がすごく好きで結構悪乗りしてその家でタオル振り回して歌ってたりするんですけど、まあ、意外と上手いんですね父親が。で、あ、ちょっとあこういう風に歌えたら意外と受けはいいんちゃうかなとか思ったんで。なるほど、はい、お父さんのえいちゃんを聞いて。そうですね、どうですか、超えられますか。ちょっとまだ達せてない部分もあるかもしれませんけれども、まあ、近づけるように頑張っていきたいかなと思ってます。わかりました。はい、気になるのが得点なんですが、はい、その辺は得点は感情込めすぎていつもめちゃくちゃ低いんですけど、まあ皆さん楽しんでくれればそれでいいかなと思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあもう思う存分、はい、ステージで暴れていただきたいと思います。はい、シャウトさせていただきます。はい、続いてはまさに天職、歌好きカラオケ店長、明星優輝さん。頑張ります。続いてはこの方、ピンクのシャツが眩しい明星優輝さん。北島町のカラオケ店の店長、もちろんカラオケが大好きです。やっぱり、まあ、大きな声で、まあ、気持ちよく歌う、まあ、点数とかよりも、まあ、気持ちよく歌うことを、まあ、心がけてます。まああんまり自信のあるものじゃないんですけど、でもまあこういう機会なかなかないのでちょっとワクワクする部分もあり、はい、楽しみです。この時時刻は午前11時、少しお疲れ気味の明星さん。それもそのはず、朝までお店を開いていました。で4時まで営業して、まあ、片付け入れて5時ぐらいまでちょっと眠たいですね。まあ一応まあ閉店後、まあ、お店にカラオケがあるのでそのまま練習はできるんで、はい、結構やりやすい環境ではありますね。閉店後に歌う、これぞまさにカラオケ店の店長ならではの練習。今回は自己最高得点を目指します。93点。取ったことないんですけどね。はい、精一杯頑張りますのでどうかよろしくお願いします。明星さんはこの曲を力いっぱい歌います。明星さん、ピンクがまばゆいですが、はい、北島町で目につくこのピンクのカラオケ店の店長さんなんですよね。はい、はい、そうです。カラオケフラミンゴの店長です。でもカラオケというと本当こうコロナの時すごく苦しかったですよね。そうですね、もう今までとはもう全く違った、まあ、お客様の入り方だったりとか、まあもう別の世界に来たような感じでしたね。はい、でもこう改めてね、こう歌の存在についてこうどんな風に感じられますか。そうですね、もう本当にもうカラオケに限らずもう全ての業種でみんな苦しい思いをしている中だったんですけど、まあ、そのカラオケを歌ってる時とか、まあ、盛り上がってる時だけはまあそういうのを忘れて楽しんでる姿なんかを見て、やっぱり歌の力強さといいますか、改めて、まあ、本当に歌っていいもんだなって再確認できました ね、はい、ね、本当に歌ってねたくさん力くれますよね。はい、はい、で今日はですねもう店長さんが底力を店にやってきてくださったんですが、はい、やっぱり店長さんっていうとうまいんだろうなと思ってしまうんですが。もちろん、はい、どうでしょう。まあ
普通っす普通ですか普通っすでもこっそりやっぱりいっぱい練習はされたんですよね、はい、まあやっぱりその特権を使って、はい、お店でしっかり歌い込んできましたんで、そこはちょっと見ていただけたらなと思います。仕上がり具合はいかがでしょうか。そうですね、まあもう自分的にはもう最高です。今日はどんな戦いをしたいでしょう。まあ1位を狙ってベストを尽くします。はい、先ほどですね 85.200 点出ました、はい、この得点はどうでしょう。ちょっと厳しいことになりそうですねまあでもちょっと本番で巻き返せるように頑張ります。はい、続いては自己流で極めたカラオケ道、篠原大輔さん。ラピーン。続いては美馬市からエントリー、篠原大輔さん。桜井さんの敵討ちをしてくださったということなんですが、はい、だいぶ悔しそうでした。叩きは打ちたいですね。できれば 99.5 で叩き打ちたいですね。 99.5 点、飛び出した高得点に驚きです。実は篠原さん、第119回に出演した桜井さんをカラオケの道に歩ませた張本人。叩きを打つために普段馴染みのない精密採点に挑みます。全然違いますね。まあ抑揚ですね、抑揚の取り方でもうその一つで点数が大幅に変わってしまうので、まあ、ずっと AI で歌ってたんでなかなか、癖を攻略するっていうのは難しかったです。しかしその難しい精密採点を攻略し今回勝負に。ズバリ自信のほどは。自信はまああまりないです急に弱気じゃないですか。ですがこの雰囲気もステージに立つとガラッと変わると信じています。意気込みをどうぞ。樋口七海ちゃんの 99.4 を超えて自分が 99.5 を出してなおかつ敵を取った上で優勝したいなっていうふうに思います。気合十分な篠原さんが歌い上げる勝負曲は。篠原さん、キャピンポーズ出ましたけど、はい、そんなキャラなんですね。あ、そうですね、ガードマン、チャンネルガードマンっていう YouTuber が大好きなんでちょっと、はい、真似させてもらいました。ちょっとギャップがあってびっくりしましたありがとうございます。それでいて今日はバラのシャツがセクシーです。ありがとうございます。そうですかね。今回なんですが友達のリベンジで来てくださいました。はい、桜井さんね、友達の、はい、負けたと聞いた時はどう思われました。いや、まさか負けるのかなっていうふうに思ってたんですけど、その瞬に勝った相手の名前を聞いてもう納得しました。まあ、だったら仕方がないかなと。はい、でも俺がやると。そうですね、今日は 99.4 の壁を越えて勝ちたいなっていうふうに思ってます。すごいですよ、その高い高い壁を。はい、越えるの楽しみです。ありがとうございます。頑張ります。はい、で篠原さん、なんと今年の学園祭に出られてすごい賞を取られてるそうですね。そうです。すごいのかどうかわからないですけども、たまたまベストボーカル賞をいただくことができました。ベストボーカル賞、はい、ナンバーワンの賞なんですよね。そうですね、まあ、総合優勝はできなかったんですけども、ソロ部門ではナンバーワンかなと。はい、その賞を取った時はどんなお気持ちでした。いや、まあ当然かなっていうふうに思いましたやっぱりこれはもう俺が取って当然ということですよね。はい、ということは今日も取る、はい、今日も、はい、取りますですね。もう本当に楽しみでしかありません。はい、頑張ります。では友達の桜井さんにメッセージをお願いします。
頑張って敵取ります。さあラストです。ラスト挑戦者は歌への愛なら誰にも負けない坂本ありささん。僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、でも最後は力強い歌声を響かせる坂本ありささん。小さい頃から歌が大好きな坂本さん、カラオケに行くと大盛り上がり、ついつい歌うのに夢中になってしまうそうです。行ける時だったら昼ぐらいに行って、次の日の朝まで歌ったりとかしてました、オールで。そんな坂本さんがカラオケでよく歌う楽曲は、彩香とかミーシャも歌うんですけど、オーインは友達とディズニーの歌をミュージカル風にして歌ったりとかします。セリフとかもちゃんと言ったりとか、なりきってみたいな。大好きな歌を全力で楽しむ坂本さんですが、今回はその大好きな曲を封印、勝ちに徹して点数の出る一曲で優勝を目指します。頑張って歌います、お願いします。坂本さんが歌う勝負曲は、坂本さん、つい先ほどすごい得点が出てしまいました。はい、もうすごいびっくりしてます。ですよね、高すぎて。98点なんですが、はい、いかがでしょう。ちょっと98は難しいかもしれないですけど、もう自分なりに楽しんで歌おうかなって思ってます。はい、小さい頃からね、坂本さん歌われてたそうなんですが、はい、どんな歌、小さい頃は歌われてたんですか。可愛い童謡とかも歌ってたんですけど、親の影響とかでちょっと松葉とかアミンの松葉とか、結構古い昭和の歌とか歌ってました。じゃあご両親とかの影響を受けて。そうですね。じゃあもうそれでもう歌が大好きになった。はい、ね、なんと20時間近くカラオケも行かれてたそうで。びっくりなんですが。はい、歌ってる時の自分ってどうですか。もうすごい、でも好きですね。歌ってる時はもう自分の好きなことできてるって感じで。やっぱりじゃあ歌ってる時が一番輝いてる感じだ。はい、なんですね。もう今も素敵なんですが、じゃあもう歌う姿楽しみにしてます。はい、はい。で、歌う時のこだわりをちょっと教えてもらいたいんですが。歌う時はもうとりあえず点数とか気にしなかったら、こう楽しんでなりきっていつも歌ってます。点数を気にすると、点数気にする時はなんかちょっと自分の思っとるよりもちょっと高めの、ほんまに高め、微量なんですけど高めの音で歌うようにしてます。へえ、やっぱ歌い方が変わってくるんですね。はい、なんかそっちの方が音程が合っとる気がするので、それで歌ってます。ちなみになんですが、今回の勝負曲、最高得点は何点出されたことがあるんでしょうか。一番甘い採点のやつで、はい、ダムの AI なんですけど、それでは98は出たんですけど。AI 甘いですか。甘々です。それでも98出るということは期待しちゃうんですけれども。もうとりあえず楽しんでも歌いたいと思います。ガチ歌勝ち抜きバトル121回王者に輝いたのは篠原大輔さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。いやー、ちょっと下で僕の後の子の歌を聞いてたんですけど、本当にもう負けたんじゃないかなっていう思うぐらい上手だったんで、はい、勝ててホッとしました。ね、篠原さんさえもちょっと焦りましたか。焦りましたね、だいぶ焦りました。ね、いやでも見事優勝です。そして友達のリベンジも果たせました。リベンジ、そうですね、まあ、自分の中で達成はできてないんですけど、まあ、優勝っていう形でリベンジできたので、まあ、そこは良かったかなっていうふうに思います。
これからね音楽活動でこう夢があるんですよね。そうですね、バンドグループとして4人で男女4人でバンドグループとして活動しているので、あの直近の目標といったらやっぱ香川県の万能公園であるモンスターバッシュに、まあ、再来年までには出たいな、再来年ぐらいには出たいなっていうふうに思ってますので、ぜひ仲良しのつもりというバンドグループでやっているのでよかったら覚えておいてください。はい、仲良し、仲良しのつもりです。カタカナで仲良しのつもりです。仲良しのつもり、皆さんぜひ覚えて応援してください。いや本当に素敵な歌声ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。聞き応え満点の歌で楽しませてくださいました。皆さん本当にありがとうございました。さあ皆さんこれからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか。黒田さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか。はい、やっぱり今まで通り友達とか家族とかあのみんなで楽しく歌えればいいかなと思ってます。それで、あ黒田くんうまいねって言ってもらえるのがやっぱ一番嬉しいんで、あの頑張って歌っていきたいです。これからもじゃあ盛り上げ隊長として輝いてください。はい、頑張っていきます。ありがとうございました。明星さん、はい、コロナの関係なんかであのカラオケ店の方に、来れなかったお客様もたくさんおりますので、まあ、これからちょっと落ち着いてきてあのみんな来れるようになってくると思いますので、まあ、みんなで歌を音楽を盛り上げていきますのでどうかよろしくお願いします。これからもっともっと歌でパワーアップしてくださいね。はい、僕も練習します。ありがとうございました。坂本さん、これからも点数もちょっと気にしつつちょっと自分なりに楽しんでなりきって歌っていきたいと思います。これからも本当ますます素敵に輝いてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。篠原さん、これからどんな風に歌を楽しんでいきたいでしょうか。はい、バンドグループをやってるって先ほども言ったんですけれども、そうやって大きなところをみんなで目指していく、そこにやっぱりね、なんていうんですか、その音楽をカラオケで点数を上げるとかそういった楽しみ方もあるんですけれども、自分たちはしっかり夢を追いかけて掴めるように、そこで最終的に楽しめたらな、そこで楽しめるような感覚があったらなっていうふうに思います。これからもまたステージで輝いた最高の笑顔を見せてくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ガチ歌勝ち抜きバトルでは出場してくださる方を募集しております。王者篠原さん、次の挑戦者はどなたでしょうか。次の挑戦者はあなたです。皆さんのご応募お待ちしております。それでは次回の歌っちょうもお楽しみに。篠原さん、優勝おめでとうございます。カラオケ番組歌っちゃおでは出演者を募集しています。歌のジャンルは問いません。あなたの自慢の歌声をお聞かせください。ダムの精密採点で白熱の採点バトル、得点どうぞ。7上がってます。8、そしておお。応募は電話、メール、ホームページの応募フォーム、または番組公式 Facebook ページよりお願いします。次の出演者はあなたです。ぜひご応募ください。